皆さんこんにちは、リーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、髪の毛とタンパク質の関係についてお話ししたいなと思います。女性の方だったら髪の毛のお悩みどれか一つ当てはまるんじゃないかなと思うので、今から言うものの中に自分の悩みに当てはまるものがないかなってチェックしてみてもらえたらなと思います。まず一つ目がですね、切れ毛、枝毛。二つ目、髪の毛の張り、腰がない。三つ目、抜け毛が多い。四つ目、くせ毛、髪の毛のうねり。五つ目が髪の毛のごわつき。六つ目、髪の毛のツヤがないなと思う。最後7個目が髪の毛がなんだかパサつくなっていう感じがする。どれか一つはたまるものがあったんじゃないかなと思います。私自身はですね、髪の毛くせっ毛なので、くせ毛とかうねりっていうところは結構悩んでるポイントかなというふうに思います。特にですね、女性の方だったらヘアカラーとかブリーチとかしてる方も多いと思うので、髪にダメージがいくことでのお悩みをお持ちの方も多いのではないかなと思います。髪の毛のケアとしてトリートメントとかシャンプーリンスとかでケアをされている方とっても多いと思うんですけども、果たしてそれだけでいいのかなというところに着目して、今回は栄養の面で丈夫な髪の毛作りにアプローチできる方法としてお話しさせていただきたいなと思います。高いシャンプーとかいいトリートメントを使って、どんなに外側のケアをしてもですね、髪の毛を作る材料がなければ丈夫な髪の毛、綺麗な髪の毛を作ることはできません。そもそもですね、髪の毛の構造なんですけれども、髪の毛は3層のタンパク質で構成されているというふうに言われています。一番外側がキューティクル、よく聞くと思うんですけども、髪の毛の外側の薄い鱗状になっている部分です。もう一個内側に入るとコルテックスという部分になっています。で、最後髪の毛のこの芯の部分、一番最深部はメデュラというふうに呼ばれているそうです。この3層になっているところのほとんどがタンパク質で構成されているというふうに言われています。なので、丈夫な髪の毛、綺麗な髪の毛を作るための材料となる鍵はタンパク質ということになります。髪の毛を構成する材料のうち、およそ8割がケラチンと呼ばれるタンパク質で構成されています。なので、タンパク質が不足してしまうと髪の毛のコンディションが不安定な状態になってしまう可能性もあります。今日髪の毛まとまらないなとか、ドライヤーかけた後こういつもより切れ毛が多いなとか、そういう状態がタンパク質の不足が続くと出てくる可能性があります。特にですね、タンパク質ってダイエット中の方とか食事の量が少ない女性の方は意外と不足しがちな栄養素なんですけれども、日々の食事で全く摂っていないっていうことはありえない栄養素にはなります。なんですけれども、タンパク質っていうのは生命の維持に欠かせない栄養素になるので、十分に取れていないと取ったタンパク質が生命維持の方に優先的に使われてしまって、髪の毛の栄養になるっていうところは結構後回しになってしまうというふうに言われています。なので、綺麗な髪の毛を作るためには自分に必要な量のタンパク質をしっかり取ってあげるっていうことが重要になってきます。かつですね、タンパク質っていうのはアミノ酸っていう小さい成分が集まってできた、集合体みたいなイメージになるんですけども、私たちが食事から取ったタンパク質というのは体の中で最終的にアミノ酸という成分に分解されます。アミノ酸という形に分解されてから、私たちの筋肉だったりだとかお肌とか爪とか髪の毛というところの成分として体の隅々に行き渡るというようなメカニズムになっているんですけれども、先ほど髪の毛はケラチンというタンパク質で構成されているというようなお話をしました。そのケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできているタンパク質になります。髪の毛の成分であるケラチンを構成するアミノ酸のうち一番有名なのがシスチンと呼ばれるアミノ酸なんですけれども、他にもグルタミン酸とかロイシンとかアルギニンとかいろんなアミノ酸が集まって髪の毛のタンパク質を構成しているんですけれども、特に主成分となっているシスチンと呼ばれるアミノ酸、これは必須アミノ酸であるエチオニンと呼ばれるアミノ酸から合成されているアミノ酸になります。今必須アミノ酸というお話をしたんですけれども、アミノ酸には私たちの体の中で作れるアミノ酸と体の外から取り入れないといけないアミノ酸の2つに分けることができます。自分の体で作れるのは非必須アミノ酸、自分の体の中で作ることができないアミノ酸を必須アミノ酸というふうに呼んでいるんですけれども、今お話ししたシスチンを作っているメチオニンと呼ばれるアミノ酸は自分の体では作れない、外側から入れなければいけないアミノ酸の仲間になっています。ということは、丈夫な髪の毛を作る材料として重要になってくるのは体の外側
からしっかりタンパク質を取り入れてあげて、アミノ酸を十分に髪の毛に行き渡らせるということが重要なポイントになってきます。なのでシャンプーとかトリートメントをしっかり行っていただくのはもちろん重要なんですけれども、インナーケアとしてタンパク質を十分に食事で取っていただくことが重要なポイントになっているというようなお話になります。美容というと外側のことを意識してしまいがちなんですけれども、こう目に見えてるものっていうのは私たちの食べたものからできているものになりますので、インナーケアというところもぜひこの機会に見直していただければなと思います。ガラッといつもと食事を変える必要はないと思うんですけれども、髪の毛の悩み少しでも当てはまるものがあった方は、例えば朝ごはんに納豆1パックプラスしてみるとか、ヨーグルト1カッププラスしてみるとか、そういったできるところからタンパク質の摂取っていうところを少しずつ心がけていただいて、皆様のお悩みの改善に役立てればなと思って今回お話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。